いや今ですね、じっくり聞いたろうということで、収録が終わってですね、まあ、中ではね撮れないので、今外から、撮っております。外ねこんな感じで非常に、いいところで、スタジオがねあるっていう感じなんですけど、まあ、前に講演会、200-300人の前でも講演したんですけど、まあ、その時もね兄貴のアドバイスでいっぱいちょっと引っ掛けると、うまく喋れるようなっていうことをですね、言われて、今回も、ロングの、ストロングのですね、チューハイをグイッと飲みまして、で楽屋もですねもう一人部屋で、あの一条様みたいな形でお弁当もちゃんと置いてあって、でお茶も置いてあって、お弁当もね結構いいの、1,400〜1,500円ぐらいするようなね、お弁当が置いてあって、で、ちゃんとねプロデューサーの人とかが挨拶を来て、それでこう、まあ、順番待ちね、まあ、僕2番目だったんですけど、午前中ね、午前中っていうか早い時間は、一現場、ありまして、ノーヘルのすごいいい現場でしたね。新宿の、いいホテルでですね、もう自由演技ですよね、ドキュメント、ホットの家事会場のところで、撮影がありまして、で撮影、まあ、18時入りというふうに言っといたので、まあ、それまでにはね終わるようにしてくれたんですけども、テレビ局の人にも言ったら、まあ、ちゃんと2番手にねしてくれて、まあ、すごい融通も聞いてね、すごい対応も良くて、でまあ、そこで1回戦あっての、入りだったと、まあ、時間もねちょっと遅れたので18時15分ぐらいに到着して、で、あって、で、まあ、コロナもあるんで30分終わったら、1人入れ替え、30分終わったら1人入れ替えみたいな形で、で楽屋にもねテレビがあって、でそのやってる方のね前の僕の前はね、ハリウッドのスターとかを撮る、カメラマンで、撮り方がなんかすごい非常に、変わってるカメラマンで、それも見てたんですけどね、まあ、最初は紳士で、なんとこの人が出てきたんだろうと思ってたんですけど、撮り始めたらはいってね、テンションが、上がるカメラマンでした。まあ、それで僕が2番手でね、やったんですけど、まあ、それに負けじ劣らず、まあ、非常に、いいテンションでですねできて、まあいいトークできたかなと、ね、セクシー俳優ここにある、ちょっとねオープニングの挨拶のあれがちょっと言えなかったんですけどね、息子一筋30年ちょめちょめした感じ、ね、数は、12,500人って言って今日もやってきたんで、2501人です。セクシー俳優ここなりわいとしてます、一条マサトですって言おうとしたんですけど、もっとねいい感じの、オープニングのインパクトがあるのが急に思いついたんで、まあ、そっちやったら、まあ、案の定受けましたねっていう感じで、もうあっという間でしたね30分、まあ前今喋ったのにみたいな、まだ喋れるよみたいな、AD の人のカンペが出て、で YouTube のね宣伝も、させてもらって、で人生なんで楽しいんだっていうのねちょっと言い忘れちゃってあれだったんですけど、でもまあこうや一条雅人でやってるんだなっていうのは伝わったんじゃないかななんてね、思います。はい、で3番目の人はねたまたまホストクラブの愛ので自分が前勤めてたホストクラブの話だったんで、その収録のも、最後まで聞いてみたいな、その楽屋でね聞いたんですけど、ああダンスホールからだったんだなみたいな、途中割って俺がね僕も実はそこにいたんですよなんてね、飛び込んであれしようかなと思ったんですけど、それはね怒られちゃうんで、ちゃんとね
セクシー俳優も道着はわきまえてんだぞっていうのをねちゃんとねして、で最後名倉さんと河本さんと一緒に写メをスリーショットツーショットスリーショットと撮らせていただいて、無事に終えたという感じでしたね。いやーしかしね楽しかったですね。やっぱり普段カメラの前で喋ってて、まあお酒もあったっていうのもあると思うんですけど、あんま緊張せず一条政と節をね発揮できたかな、そういう感じなんで、ぜひね皆さんこれを見てですね、今ね2月の12日なんですけど、3月11日の、深夜の24時12分、放映なので、ぜひチェックして、でそれを見逃した人もですね、それからなんか配信のがあるんで、じっくり聞いたろうと。で3月12日から配信をするので放映をね逃しちゃった人はそれで見れますのでという感じです。まあ普段ねテレビ見ない人もいらっしゃるかと思うんで、ぜひそちらでチェックしていただけたらななんて思ってます。いやーでもね本当なんかこうね良かったですね、もう人生なんて楽しいんだそんな感じでしたね。それではまた皆さんお会いしましょう。セクシー俳優一条政人でした。それでは皆さん放映楽しみにしてください。